皆さんこんにちは。レック専任講師の高井です。今日は私の方から日照簿記3級合格のポイントと題しまして、少しお話をしていこうかなと思います。今日はですね、日照簿記3級、皆様はもう受験をしようということでね、ある程度もう覚悟を決めてですね、勉強を始めるという段階かと思いますけれども、これから皆様が受けます日照簿記という簿記検定の、特に3級試験ですね、こちらのですね内容、それからですね、その大体どんな感じで合格が出ているのかとかですね、でその合格を勝ち取るためにはどういった勉強をしたらいいのかっていうところをですね、これからお話をしていこうかなと思います。ということでですね、皆様、いろいろな、きっかけがありまして、この場にねいらっしゃってお話を聞いてくださってるんだと思うんですけれども、皆様に共通して持っている目標、今ですね持っている目標、日照簿記という簿記検定試験の3級に合格をすることっていうことだとね思うんですね。日照簿記、特にねこのね簿記検定の中でも一番メジャーな、簿記の検定試験ですね。昨年度までですと大体年3回行われている試験でですね、各回3級の場合はですね申し込み者が、年3回ある中の各回ですよ、1回あたりですね10万人規模、で申し込み者があって、で実時受験者はそうですね、8万人後半ぐらいですね、で合格をね皆さんこう競って、勝ち得ていくっていうようなね試験になっているわけなんですね。でこの簿記3級の試験っていうのはですね、3級っていうとですねその他、いろいろな資格や検定試験というので3級って名の付くものは多いんですけれども、簿記の場合もですねその3級大体他の試験と同じように、入り口の位置づけというところでね捉えられております。入り口とは言ってもですね、ただねその会計のその勉強の入り口っていう意味での簿記検定の3級ということですので、この3級の学習内容をマスターいたしますと、さらにですねその上位級であります2級、1級っていうね方にステップアップをするっていうことはもちろんなんですけれども、会計のですねその他のね資格試験っていうのがありますね。特に国家試験、税理士試験であったりとか公認会計士試験であったりっていうようなものにもですね、受験のチャンスが広がっていくっていうような、まさにですね本当にその会計の世界での入り口っていう位置づけの検定試験となっております。ですので、3級というとですね、基礎的な内容を問われるというね、試験の体系っていうもの多いと思うんですけれども、簿記もねそういった位置づけではあります。ただですねこの簿記の3級で学びます内容というのが先ほど申し上げたようなですね、そのステップアップを図っていく上であってもですね必ずもう必要とされる知識なんですね。なので、このあたりの知識がないとですね、どうしてもねその先の勉強に進んでいくっていうことが難しくなってしまいます。ということでね、決してね侮ってはいけない、検定試験ということになります。ではですねこれからその日照簿記検定3級の出題内容ですね、どういったレベル感で出題をされるのかというところ、こちらからお話をしていこうと思います。ちょっとね画面切り替えますね。失礼いたしました。ちょっと、いきなりね曲がっていたんですが、ではですね日照簿記3級の出題内容まずねお話をしていこうかなと思います。ここにありますね小規模な株式会社の会計処理というところですね。以前はですね個人商店、商店街なんかにあるようなねお店ですね、個人事業主が営んでいるようなお店の会計処理というのが3級では出題されていましたけれども、もうねここ数年は小規模な株式会社の会計処理ということでですね、非常にね実務寄りの出題内容になっております。皆様特に社会人の方ですね、例えばこの就職に有利っていうことの狙いでですねこの簿記検定3級目指されている方も多いかと思いますけれども、その場合特にですね、これからその検定の合格というところをね、携えて就職なさる会社、
っていうのはね、まあ、大体株式会社だと思いますので、まあ、そういったところですぐ使えるその会計処理の知識を学ぶということでですね、まあ、非常に、はい、あの実務的な、ね、出題がなされるようになってきております。はい。でですね、まあ、特に、ね、その就職って話をしましたけれども、あの経理部門に携わるということだけではなくてですね、まあ、あまねくいろいろな会社内での部署というところでね、やはりあの数字を見るという機会というのは必ずついてまいりますよね。なので、まあ、その会計処理という、ね、ことで、まあ、学習はいたしますけれども、その会計処理の学習の中で身につけた知識というのはですね、はい、数字を読み解く力ということで、まあ、あまねく、まあ他の部署に、ね、配属されたり他の部署で他の業務を、ね、担当するということでもですね、非常に有用な知識ということになっております。はい、で実際ですね、この日照簿記3級、はい、マスターいたしますとここにもありますけれどもね、はい、まあ、基本的な商業簿記の知識を習得するということができますので、まあ、結果としましては、経理関係の、ね、書類、まあ、決算書であったりとかっていうようなものを読む力であったり、まあ、それも、ね、作成する力も、ね、できます。はい、この作成ができますとこちら特に、ね、個人事業主の方ご存知かと思いますが、青色申告、はい、っていうのも、ね、できるようになってまいります。青色申告税制上の優遇措置になりますけれども、まあ、あのその、ね、簿記のルールにのっとった帳簿をつけるということが、求められておりますのでね、はい、そういったところで、ね、非常に役立つ知識ということにもなります。はい、ということでですね、簿記の3級の学習マスターいたしますと、小規模な株式会社の会計処理であればですね、独力、つまり自分一人の力でですね、最終的な決算、まあ、まとめの作業を、ね、決算と言いますけれども、そこまでもう一連の流れがですね、一人でできるようになるという、ね、非常に魅力的な資格になっていますね。はい、ではですね、この簿記3級試験、はい、検定試験のですね、概要について次にお話をしていこうと思います。はい、日照簿記検定3級の概要と、ね、題しました。はい、先ほどもね、ここお話しましたけど、1つ目、まずは日本商工会議所というところが主催している簿記検定になります。この簿記検定、まあ、略して日照簿記と呼ばれるわけなんですけれども、この日照簿記検定は日本で最大規模の簿記の検定試験となります。はい、最大規模なんですけども、最大ですね。はい、まあ、あの数字としましてはさっき、ね、お話ししたような感じですね。はい、そして2つ目です。3級から学習する方が多いですね。一応初級という試験もありますけれども、3級から実質的には学習する始める方が多いです。はい、そして1級まで、ね、あります。で1級、取得いたしますと、まあ、上級資格への登竜門としましたけれども、具体的には税理士試験、あるいは公認会計試験の会計士試験のですね、受験資格が得られるというね、そんな位置づけになっております。従いまして公的にもね、非常に大きなね、意義を持っているというね、試験になります。はい、そしてこの簿記検定3級、統一試験とネット試験というので行われております。ここがですね、今年度から大きく変わったところの一つということになります。今まではですね、いわゆるこちらに書いてます統一試験というね、紙で受験をするもの、そしてみんながですね、とある会場にこうね、集合した形でそこで一斉に問題を解くというね、この統一試験というものだけだったんですね。はい、なんですが、今年からですね、はい、このネット試験というのも、はい、開始されております。まあ、これ併用することができますので、まあ、統一試験というのはね、その年に3回もう日付が決まってますので、まあ、そこに向けてね、学習を進めていくっていうのもね、もちろん従来形式であるんですけれども、それと同時に随時開催されていますネット試験、これはあのネット試験の受験会場に集まってそこで解くというものになります。集まるとね、申し上げたんですけれども、実際はですね、テストセンターって呼ばれるものが全国に、結構ねたくさん、はい、まあ、100箇所以上ねもう設置されてますので、まあ、そこにですね、自分の都合のいいところに行く、
はい、でそのネット試験会場ごとにですね、その試験が受験できる日というのが、決まってますので、まあ、自分の都合に合わせてですね、このネット試験会場の、その開催日の、ね、中から自分が好きな、はい、日程、それから時間帯を選んで受験するという試験です。これも何度も、ね、受けることができますので、はい、まあ、非常にですね、この取得のチャンスが広がったっていうね、ことが言えますね。はい、でこの統一試験、これは従来形式の試験ですね。ネット試験、まあ、どちらにもレベル感の差はないというふうにね、はっきりと日商の方で謳っております。はい、なんでね、どっちで受かったからといって特に不公平というね、そういった感覚が出てこないようにですね、非常に出題内容も工夫されているということですね。はい、それから次です。3級は小規模な株式会社の簿記知識が学習の範囲、これはね先ほど申し上げましたよね。はい、そしてね、3級の勉強面白くなって次2級へ1級へって進まれる方のために、はい、2級はもうちょっと規模の大きなね株式会社、そして1級になりますと大企業ですね。皆さんがよくニュースや新聞で目にする、耳にするような企業、はい、そういったところの会計処理が学習の対象ということになります。はい、そして最後ですね、ここも大きく変わったところになります。3級の試験時間60分となります。これ従来の半分です。はい、従来120分だったんですけれども、これからね、もう3級の試験時間、統一試験、ネット試験も両方ともですね、60分、半分の時間になってます。はい、で、得点ですが、これは変わってないですね。100点満点中、はい、70点以上で合格ということになりますね。はい、まあ、とりあえず70点取れば合格ということでね、絶対評価の試験ということを押さえておいてください。はい、そしてですね、このね、日商簿記検定、はい、70点以上で合格と、今ね説明させていただいたんですが、実際の合格率はどんな感じなんだろうなというところですね。はい、これをねちょっとお話ししておこうと思います。はい、ここそうですね、10回分ぐらいのですね、はい、日商3級の合格率、折れ線グラフにしてみたものがねここに、あります。はい、左からこう古い順です。で一番右に行くとですね、はい、日商の日本商工会議所として出されている最新データ157回の検定ですね、今年の2月はい、に行われたものまでが出てますので、これ全国のですね合格率、はい、平均ということになります。はい、全国規模ですね。はい、ここ 50% のところになりまして、だいたいまあここそうですね、十数回分が出てますので、ここ4年5年あたりのところですよね。まあ、だいたいまあ 40% 台後半ぐらいでね推移してるっていうふうにねイメージつかんでおけばいいかなと思います。はい、で途中ですね、ここ線途切れてるところは、はい、これはですね、昨年2020年6月検定中止になりましたんでね、データがないという意味でここは途切れています。でその後再開されてですね、2月の試験なんとですね6割超える、はい、合格率ということになりました。はい、もう近年まれに見るですね高合格率ということに、ね、なりましたね。はい、で、直近ですね、はい、今年の6月、2021年の6月に行われました検定試験ですね、158回というもの、まだ全国規模でのデータというのは公開されていないんですけれども、はい、例えばね東京、はい、まあ 35% ぐらいね合格率ですね、東京商工会議所ですね、それからまあ埼玉ですも同じぐらいですね。はい、なので、まあ、ちょっとね合格率としては落ち着いてきてるということですね。157回のそのね60、もう 70% 近いね合格率っていうところと比べますと、まあ、落ち着いてはきてるかなという印象ですね。はい、まあ、大体そのあたりの目安で見ていただければいいのではないかなと思います。でネット試験の方もですね、はい、合格率って発表されていないんですけれども、まあそのね、さっきも申し上げましたけど、統一試験とネット試験、はい、差はないよっていうことでね、はっきり謳われてますので、まあ、そこはあまりね気にする必要はないかなと思います。はい、まあね、巷の噂ですとね、ネット試験の方が、はい、まあ、受かりやすいなんていうねようなことも言われたりしてますけれどもね、はい、まあそのね、確かな情報ではないので、はい、まあレベル感に差はないよというところで押さえておいてください。
はい、ということでですね、まあ、今年2021年度からですね、本格的にその統一試験、今までのペーパー試験ですね、それと、あとネット試験というのがね、同時並行して行われるようになりましたので、じゃあどっちを受けた方がいいのかなってね、迷ってらっしゃる方も多いんじゃないかと思いますので、両者の比較をちょっとね、ご案内したいかなと思います。3級の統一試験とネット試験ということでね、お話しさせていただきましょう。はい、左側統一試験で右側ネット試験ということでね、分けて、記載しておきました。はい、まず試験日からですね、ここはもうね、お話ししてますけれども、従来通りのこの従来型統一試験といわれるものですね、年3回、ここはね変わってません。はい、6月の第2週、11月の第3週、2月の第4週の日曜日にね開催されますので、はい、皆さんこれ見てらっしゃって、じゃあ直近今度いつかな、一番近い検定いつかなということね、気にされてると思いますが、11月の、はい、21日に、ね、なります。はい、2021年の11月21日、これ第3日曜日なんですが、まあ、ここをね、はい、標準合わせて勉強される方が多いのかなと思います。はい、一方ね、ネット試験の方はもうね、さっきご説明した通りですね、ネット試験会場というのが設置されてます。各都道府県にね複数箇所ありますので、まあ、そこでですね、まあ、随時です。で、最短で3日後の試験が申し込めるかと思います。はい、まあ、そのね、自分の都合と、それからね、ネット試験の会場のね、そのキャパですね、空き容量っていうところのね兼ね合いにもよると思いますが、もう最短で3日後、はい、ということになります。で、時間は細かく選べます。はい、じゃあ次ですね、試験会場。はい、これも統一試験従来通りですね、各商工会議所、皆様が受験申し込みをなさる全国にあるその、ね、各商工会議所が押さえている会場、こちらに集合してね、受けていただくということになります。受験票に書かれてますのでね、ここで自分の受験会場を知るということができます。はい、一方ですね、ネット試験の場合は、はい、これはね、ネット試験会場というのがあります。試験センターというね、ものが設定されてますので、そちら自分の都合がいいところでね、申し込むということになります。はい、そして試験時間、これは、統一試験ネット試験ともにですね、60分です。で、大問が3題、はい、ということですね。はい、その出題のね、大問なんかに関しましては、また後でね、改めて説明しようと思いますので、じゃあ次いきますね。はい、出題範囲、はい、出題形式、これはもう両方一緒ですよね、もちろんね。日商が定めています簿記検定出題区分というもの、これ日商のホームページでね、見ることができます。こちらに基づいて出題をされます。まあ、皆さん、講座を取って取るのであればですね、そこにで使いますテキストであったりとか、そこにね、準拠しているものが当然テキストには出てますので、まあ、そのね、講座のカリキュラムにのっとって学習していただければ一切心配はないです。はい、それから受験料ですね。はい、これ統一試験とネット試験同額なんですね。2850円です。ただですね、ネット試験の場合は手数料が上に乗っかってきますので、実質3400円ということになりますね。はい、なので、まあ、実際的な値段で考えるとネット試験の方がちょっとお高いなというね、まあ、そういうところですね。はい、それから回答方法いきましょう。はい、統一試験従来型ですので全く同じですね。ただですね、以前受けたことがある方、ちょっとね、問題の冊子の様子が変わったりしてますのでね、はい、そこはまた後でお話をしたいなと思います。はい、それからですね、ネット試験の場合はこれはパソコンで入力ということになります。数字は点キーで入力しますし、あとね、ちょっと語句を書いたりっていうようなところもあります。あと選択して、数字だったり、あと言葉をですね、プルダウン方式で選ぶっていうようなものもあります。はい、これはね、ちょっと慣れが必要かと思いますね。はい、そして合格発表ですね。はい、ここ大きく異なります。従来型の統一試験ですと、まあ、従来通りですね、実施後 2,3 週間後にね、だいたい分かるという形が多いかと思います。これも各商工会議所によってね、異なってまいりますけれども、ネット試験の場合は瞬時に分かるんですね。もう終了というボタンを押しますよね。
そうするともうその瞬間にですね自動採点されますので、もうその会場でその場でですね受かったかどうか、何点でね受かったかどうかっていうのが分かります。はい。で、試験会場でそのねデジタル合格証を出すための QR コードが印刷された紙というのがね合格すればいただけますので、まあ、それで後ほどですねその QR コードを読み取ってデジタル合格証というのを取得するという流れになります。はい。あとその他としてねいくつかね、お話ししておきます。まず統一試験の場合ですね、試験問題と回答用紙の冊子、これが最後にね2枚分計算用紙がついていますが、いずれも1冊に閉じ込まれていまして、それを破ったりすることは禁止されています。そして試験が終了しますとそれは全部ね冊子ごと回収されてしまいますので、今までのようにですね問題用紙を持ち帰るということができなくなるんですね。はい。これに対してネット試験の場合、問題はもちろん画面上で出されますので、まあ、それにですね入力する形で答えていきます。はい。で、まあ、計算とかね必要になってきますので、そのためにですね会場で A4 の計算用紙が2枚配布されて、筆記用具も貸し出されますので、これらもですね試験が終わった後は回収されるということになります。はい。というのがですね統一試験、従来型と、それから、今年度から始まってますネット試験、はい、違いについてねお話をさせていただきました。はい。ではですねこの先、はい、統一試験のね概要についてもうちょっと掘り下げてお話をしていこうと思います。はいですね。はい。まあ、これ先ほどお話ししたことも含まれてますので、はい、まずですね特徴、はい、ここ大きく変わってます。問題用紙、答案用紙、計算用紙がすべて回収されます。はい。さっき一冊に閉じ込まれているという、ね、お話ししましたんですが、具体的にはですね冊子を開きますと左側には問題が印刷されていて、右側には答案欄、回答欄がですね印刷されているという、そういった構成、見開きで構成をされております。そして最後のページがですね2枚分ほど計算用紙の欄ですね。はい。ということでですね、まあ、2つ目のところまで喋っちゃいましたけれども、3級の場合ですと最後のところ2ページ分、 A4 2ページ分、2枚分ですね、はい、が、計算用紙ということになります。はい。これももちろんね切り取ったり破ったりっていうことは一切できませんのでね、はい、お気をつけいただきたいと思います。それやるとですね失格になると、はい、日照簿記、ね、日照の方でははっきりと言っています。はい、ね、3つ目にもありますね。2級3級の冊子の全部または一部を切り取るなどして持ち帰った場合は失格になります。あとね言ってるのが、今まではですねその日照がですね過去問という形でその試験問題を、ね、公開したりっていうのはしてましたけれども、まあ、今後はそれがなくなりますので、試験会場でですね、 そのねこんな問題が出たよなんていうことを SNS とかにね投稿したりね、まあ、友達に行ったりということも含めてですけれども、公開するということをすると、はい、厳しくね、処分されると思います。まあ、それはねはっきりと日照の方でも言ってますので、ご注意いただきたいと思います。はい。そして最後ですね、この4つ目、第158回試験、これは2021年の6月の試験なんですが、ここからですね、はい、2級3級については年3回、はい、の、統一試験日にですね、ここは変わってないんですけれども、その各1回ごとの試験日に2回の実施をするということになっております。はい。というので6月の第2日曜日、11月の第3日曜日、2月の第4日曜日にこう試験がね開催されて、3級の場合はどこで受けても午前中の試験なんですね。はい。で、今まではその午前中1回しかなかったんですけれども、今度はですね2回ですね。はい。コロナでですねその会場のキャパというのがですねだいぶこう定員がね少なくこう設定されるようになりまして、なかなかこう申し込みで受けられないという、ね、方が出てきたということで、まあ、その配慮の意味でですね、はい、この、ね、2回ずつです、
はい、で3級の場合はですね、午前中なんですが、9時に開始の人と、それから11時に開始の人というのでね、2部制になります。これはちょっと選択はできないので、受験票の方でね、知るということになります。自分がどっちの時間帯で設定されているのかっていうのは、これからね、間違えないようにしていただきたいと思います。はい、で当然なんですが、この9時の部と11時の部、問題違いますね。はい、ただまあ難易度はちゃんと調整しているということですので、そこはご安心いただきたいと思います。はい、2級もね、1回午後の受験なんですけれども、2回開始の、ね、時間が設定されております。はい、ということでですね、試験の、はい、概要について、ね、今お話しさせていただいたんですが、ちょっとここから先はですね、その試験の、出題の中身、はい、どんな感じで出されるのかっていうのをですね、お話ししていこうかなと思います。はい、これもですね、従来の試験とはちょっとじゃないです。大きく変わってますのでね。はい、じゃあ、ご覧いただきたいと思います。はい、従来型ですね、大問5問でしたけれども、日照簿記3級、今度ね、司法試験、はい、大問3問ということになります。はい、ここもね、なかなかちょっと前回の158回の統一試験ではですね、こういった出題形式の変更なんかもね、知らなかった受験生も多かったみたいで、ちょっとね、そういったところから、まあ、合格率が減ったんじゃないかなんていうね、そういう記事もあったりしますけれどもね。はい、第3問、大問3問になりました。まあ、当然ね、試験の時間60分ということで半分になりましたんでね、はい、ボリュームもまあそれなりには、はい、押さられている感じです。ただですね、やはり時間が足りないなっていう試験は従来通りだと思います。はい、なので、しっかりとね、この処理能力を高めていただくという必要があります。じゃあ具体的にどういうものが出されるのかなんですけれども、第1問はですね、45点配点、非常に高いですね。100点中の45点、半分近く、仕分け問題、仕分け。はい、これからお勉強される方、まだね、どういうもんかよくわからないと思いますが、会計処理する上でですね、そのお金の出入りに関しての記録の方法をですね、仕分けという形で学んでいくんですが、これ15題も出されます。なので、こういった取引がありました、その時にどういう仕分けを作りますかというね、問題がひたすら15題ね、並んできます。はい、かなりボリューム多くてですね、見開きで4ページ分ですね。はい、まあ、半分が問題、半分が回答欄に、ね、なってます。はい、それから第2問、第2問20点、はい、配点ですね。満点取れれば20点取れる問題で、これはですね、2大構成です。はい、関連のない問題がですね、問1、問2という形で設定されてまして、まあ、各々10点という、ね、形で、はい、イメージ持っていただければいいかと思いますが、その問1、問2でそれぞれね、はい、問われる問題が、異なります。ここにありますが、補助簿、勘定記入とかね、伝票、なんか。で、これは各回で出題分野もガラッとね、変わってきたりもします。はい、それからね、第3問ですね。はい、これで最後になります。第3問、35点配点になりますね。第1問に次いで配点高いところになりますが、ここは決算の問題です。従来の第5問と一緒ですね。はい、その会計処理の最終的なまとめの書類というのがあります。財務諸表と呼ばれますけれども、これを作る問題であったりとか、あとはその清算表、あるいは決算整理後残高試算表、これもね、いずれ深く勉強していきますけれども、こういったものがね、出されます。いずれも決算という1年間のその会計処理のまとめとして、やる問題、はい、というのがね、出されていきます。はい、ということでね、大きな問題が3問構成ということを覚えておいていただければなと思います。ということでね、このあたりはまあガラッと変わっておりますので、ちょっとね、今まで通りという形ではね、いかないというところもあるかと思うんですけれども、はい、まあ、じゃあね、どういうふうにこれから新しい形式の試験にですね、対応していったらいいのかというところになりますが、特段ね、心配される必要はないかなと思います。はい、ガラッとね、今まで第5問まであったものがね、第3問までということで、まあね、ちょっと戸惑ってる方というのも多いと思うんですけれども、
レベル的にはですね、決して恐れるものではありません。ただですね、これはちゃんとこなすべき勉強をしていれば、対処ができるというね、意味合いのものでありますので、ね、もう誰も彼もね、普通にやってればできるっていう、そういう問題でもね、ありませんので、じゃあどういうところをね、重点的にやっていったらいいのかというところになりますが、はい、まあ、こんな形でお話ししておこうと思います。はい。まあ、そのここ近年ですね、その実務的に重要な取引というのを出題しますよということはもうね、公的に日商の方でアナウンスをしていますね。なので、その皆さんが将来的にですね、例えばその仕事に生かすっていうようなことであれば、学んでおいたこの日商簿記3級の知識というのは非常に役立つね、有用な問題ということになります。はい。というとね、もう実務的というとちょっと難しいかなって思う方いると思うんですけれども、あくまで、はい、こちらですね、基礎基本を大切にするというところですね。はい。決して木をてらったようなですね、難しい考え込むような問題がもう大多数を占めるというものではありませんので、やはりですね、その基礎基本に忠実にですね、その早く処理ができる能力、これを問われている試験だっていうイメージを持っていただきたいと思います。ですので、基本的な学習事項というのをおろそかにしないでですね、しっかりですね、はい、学んでいただきたいなと思います。はい。まあ、このあたりはですね、日々の講座、これをね、見た後はもうひたすらその問題演習ということでね、身につけていただくということになります。簿記というのがですね、やはりその会計を処理するにあたってのツールなんですね、道具ですので、これをいかに使いこなせることができるのかっていうのを問われている試験になりますので、理屈が分かっていてもですね、それをこう自分の力でね、実践できないとなると、おのずとね、その試験の合格というのも遠のいていってしまいますので、ここは、はい、もう基本的なその取引というのをね、大切にして、ね、その処理をね、しっかりできるようにというのを心がけていただきたいと思います。はい、そして次ですね、財務諸表の作成問題、はい、これ第3問で、ね、出されるということを先ほどお話しさせていただいたんですが、第3問35点という配点で、ね、高いですよね。はい。で、やっぱり配点を高く置くというのは、ね、それだけ重要だということを、ね、この日商の方でもメッセージとして謳ってますので、この財務諸表の作成問題第3問の中でもですね、やはり、はい、実務に直結するようなもの、こういったものはね、しっかりと作れるようにしていただきたいと思います。はい。まあ、詳しくはですね、講座始まってからその中で、はい、この財務諸表の作成というのはね、深く学習していきますので、そこでしっかりね、マスターをするようにしましょう。はい。ということでですね、はい、今までがね、その試験の概要についてお話をさせていただきました。はい、今までの話でですね、なんとなく皆さんもね、これから学習をしていく日商簿記3級がどういった試験であって、でどういうふうな、ね、感じで出されるのかということはなんとなくイメージがつかめたんじゃないかなと思います。はい。じゃあその合格するためにどういうことをしたらいいのかというのをですね、これからお話ししていきたいと思います。はい。まあ、皆様ですね、いろんな環境に置かれてそれぞれね、立場も違いますし、勉強を捻出できる時間というのもね、その環境もね、大きく異なっている方多いと思うんですけれども、はい、合格するために大事なことの原則、はい、こちらですね。はい。まあ、勉強時間の捻出というのは必要ですよね。まあ、皆さんの置かれた環境によってね、さっきもお話ししましたけれども、それぞれ1日あたり取れる時間であったり、週単位で取れる時間であったりって異なると思うんですね。多く取れる方もいれば、もう普段はね、全然勉強できないよっていう方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、トータルですね、この次に受けようとしている試験までにどのぐらいの勉強時間が捻出できるのかということをですね、はい、まずはね、ちょっと大まかにイメージ持っていただく必要があるかなと思います。あともう一つ両輪の一つとしては勉強法ですね。はい。いくら自分は取れる時間が多い、勉強に使える時間が多いからといってですね、勉強法を間違えるとたくさんのね、無駄な時間が必要になってしまいますよね。はい。そうしますとおのずと合格も遠のいていってしまいます。やはり皆さん最短距離で効率的に簿記3級の合格を勝ち取るというのがね、はい、戦略的には必要かと思います。はい。
まあ、簿記3級で終わるって方はね、あまりいらっしゃらないと思うので、例えばその簿記3級で得た知識、これを持ってその上位資格であったり、その関連する会計資格であったりっていうようなことですね。会計じゃなくても、例えばあの FP だったりとか中小企業診断士だったりとかっていうようなね、そういったことにも、はい、十分使える知識になりますので、その先も見据えてですね、はい、ぜひ効率的な勉強を身につけて合格勝ち得ていただきたいなと思います。はい、じゃあまずね、この両輪お話ししていきますけど、勉強時間からね、お話ししていきます。はい、学習時間、はい、まずはですね、自分が受けようとしている試験、はい、ちょっとスケジュールをね確認していただいて、いつの試験を受けようかな、まあ、統一試験であれば年3回のタイミングなので、まあ、自分で適当なねところを設定していただきますし、ネット試験だったら結構、まあのフレキシブルにね、その自分の受験のスケジュールというのが立てられると思います。いずれにせよですね、自分が今から、はい、勉強を開始して、で検定試験まで何時間ぐらい勉強に割けるのかなというところを、まずは、はい、ね、あの大まかにイメージつかんでいただきたいと思います。はい、まあ、これはね、1日に自分が自由に勉強に使える時間がどのぐらいあるのかなというところからね、はい、見ていただければいいかと思うんですね。でそれともう一つ、はい、同時にやっていただきたいのが、はい、まあこれもね人によるんですけれども、日照簿記合格までだいたいそうですね、80時間とか、はい、まあ、100時間とか、そのぐらいの勉強時間が必要だって言われています。ただこれも中身によりますのでね、はい、あのだらだらと机に向かっていて、じゃあ80時間向かっていればあの受かるのかっていうと、そういう試験でもありませんのでね、その中でしっかりと学習計画を立てていただく必要がありますが、まあ、大体言われているようなね時間数っていうのはそんなところになりますので、まあ、そこから逆算をしてですね、はい、まあ、自分が1日に使える時間というので、まあ、割り算していただくと、どのぐらいの日数がかかるのかなというのも見えてくると思いますので、まあ、それに合わせてですね、まずは自分が受験をするタイミングというのをですね、しっかりね掴んでいただきたいなと思います。はい、でそれをした上で今度は学習法ですね。はい、で学習ですね、まあ、皆様レックの、はい、講座を使っていただければ、はい、まあ、おのずとそのスケジュール感についてはですね、自分でペース配分しなくても大丈夫かと思います。でこのレックの講座を、はい、活用するにあたりまして、まずですねテキストの理解ね、はい、これを重点的に心がけていただきたいと思います。テキストを例題で構成されてますので、まあ、その中身ですね、これはあの自力でできるようにというふうにね、まずは理解をしていただきます。これはあの講義を、ね、聞きながらまず理解ですね。はい、でその理解が進みましたら、次すかさずですね、ここは問題演習に移っていただきたいと思います。簿記はやはりその会計処理のツール道具ですよね。なのでそれを実際の実務の中でどういうふうに使っているのかというのを、この問題演習の中で、一通りね体感をしていただくということになります。そしてさらに自分のもう一部としてね身につけていただく、この意味を持つのが問題演習ですね。はい、でこれひたすらこうこなすわけですよね。はい、で一定レベルまでその知識がたまりましたら、ぜひ、ね、実践演習に早めに移っていただければと思います。はい、実際の試験ではどういうレベル感でどういう形で問題が出されているのかということをですね、早めにイメージを持っていただくというのが、合格が近まる、ね、要因の一つとも言えますよね。はい、ということになります。ということで、そのね、じゃあ講座について、次にお話ししていこうと思うんですけれども、はい、私あのウェブ講座の方をですね担当させていただいていますけれども、はい、本当にね一方通行の講義なんですね最初。でこれをどういうふうに活用していくかなんですが、はい、まずですね復習中心でお願いいたします。あの予習は必要ありませんのでね、はい、とりあえずですねその講義を見る、視聴するっていうことができるように、一定のペースでできるようにね、はい、自分なりにスケジュールを立てていただければなと思います。はい、なんでとにかく見る、はい、ということですね。で見たらその講義の内容を徹底理解していただきたいと思います。講義中に私が話しますその例題の解き方っていうのはね、もちろんその時間内でマスターをしていただく、はい、ということで、それが終わった後ですね、ぜひ、はい、
の徹底理解ということで問題集を使ってですね実際に問題を解くということで理解に努めるようにしていただきたいなと思います。はい。で、まあ、授業でも触れますその完全マスター講座の中でもですね問題集っていうのはちょっとね触れたりあるいはテキストの中の問題を解いたりっていうことがあるんですが到底それでは足りませんので、はい、それとは別にですね問題演習時間の確保というのもね努めるようにしてみてください。はい。レックの方でもですねこのように多数、講座用意してますね。ブリッジ演習講座、これはですねその完全マスター講座で習った内容をですねいかに問題演習をができるこなせる力に結びつけていくのかっていうところをこうね橋渡ししてあげるようなもんね講座です。実際の問題の解き方についてねフォーカスしています。あとはその模擬試験形式ですね、合格答練答案練習をしたりですね、はい、公開模試、この2つはいずれもですね実際の試験の形式に準拠しているようなね形で行われます。時間もですね60分ということでね区切って解いていただきますので、はい、実際の試験問題の体感としてね使っていただければと思います。はい、ということでね、まあ、基本的な講座については、ちょっとねざっとお話ししたんですが、じゃあ具体的にね次に、はい、レックの対策講座どういうふうになってるかねラインナップをまとめてみましたので、ご紹介しておきますね。はい、まず完全マスター講座でこれインプット講座になりますので、はい、これで、内容をですねまず基礎的なところを理解していただきます。はい。でテキストの問題であったり問題集の問題っていうのをねここでも一緒解いていただくんですけれども、その後ですねそれが終わりましたら次3級のブリッジ講座、はい、インプットプラス問題演習ということでですねそのテキストでカバーしきれなかったようなところちょっと応用的な論点なんかも交えたインプットプラス問題演習ということでね位置づけられております。でその後は答練ですね、これはもう実践レベルの問題そして実践のさながらの形式で解いていくというものがね4回ほどありますのでこれをねやっていきます。そして最終チェックとしては公開模試ですね。はい。そして試験ということでね、はい、つながっていくわけですね。で特にネット試験を、はい、目指されている方はですねウェブの模試というのも、はい、ご用意しておりますのでここでねネット試験対策も万全に期することができます。はい、ということですね。じゃあ最後にレックの、ね、講座の特色お話ししておきましょう。はい、まあ、今ラインナップでご紹介していた、させていただいた講座順番にねちゃんと紹介していただくと、知識をですねゼロからスタートしても実践レベルまで無理なく引き上げるということができます。はい。でテキストですが、高速マスターネオという、ね、シリーズ、これまあ本屋さんでも売ってますのでね、興味のある方見ていただければと思いますが、これを使用していますのでね、はい、ちらちら見ていただくともうすぐ分かると思いますが、非常にですね、見やすいテキストになってますのでね、はい、飽きずに最後までね、学習することができます。はい。でまずは完全マスター講座でね先ほど、ご説明しました通り例題に沿って説明しますので、そこの項目ですねその回その回で、しっかりとですね理解に努めて自分のものにするようにねしていただきます。そしてその後問題演習に向けてブリッジ演習講座を使っていただいて、最終的には、はい、実践レベルの演習ということで、合格答練だったり公開模試をね有効に活用していただければと思います。はい、ということでですね、はい、日照簿記の、試験のね、3級の概要から始まりまして、で、それに対してのそのレックのね、講座の使い方っていうところをですね、今日はお話をさせていただきました。はい、レックの講座有効に使ってですね、ぜひ、はい、早いうちにですね、皆様も日照簿記3級の合格を勝ち得ていただきたいと思います。一緒に頑張ってまいりましょう。はい、ではですね、今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。